去年40周年を迎えました。40周年バンテックのオーナーさん、ボーンと。あ、もう皆さんお越しいただいて、はい、バンテックの車で、はい、個人的でいいです。一番好きな車って何ですか？私が個人的に好きなのは、どうも、鶴木です。どうしてもうち、うん、熊本地震経験してるんで。あ、そうね。震災でキャンピングカーが実際使えると思いますか？使えないと思いますか？あ、もう使える使えないで言えば確実に。はい、皆さんこんにちは、バンテックスイーツでございます。今日のバンテックスイーツですが、突撃隣の販売店ということでね、全然隣じゃないんでね、熊本県なんで、ね、だいぶ遠いんですけれども、私たちバンテック正規販売店ホワイトボックスさんにお邪魔しております。はい、ということでね、今回ホワイトトップさん社長ケモスさん、来ていただいております。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お、映ったお願いします。ね、熊本県といえばね、ホワイトトップさん、もうすごいですね、キャンピングがいっぱいあるっすね。ねえ、はい、いろいろね、ちょっとお話伺えればと思います。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずホワイトトップさん、結構歴史としてはどれぐらいですか？そうですね、去年40周年を迎えた。40周年はい。あ、そう。そうですね。僕10歳の時ですね。社長、その時は私の1個上なんですよ、会社が。あ、そう。もうずっとキャンピングカーを。そうですね、ずっと父の代からずっとキャンピングカーを。あ、そうですか、はい、僕もなんだかんだと10年ぐらい前からね、いろいろとね、お付き合いさせていただいておりまして、ありがとうございます。ホワイトトップさんってどんなお店ですか？はい、まあ、キャンピングカーの製造販売を。そうですよね、そうですよね、うちのオリジナルのアジサシっていう車が、まあ、代表で、あったりとか、はい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 、もちろんバンテックさんの代理店をさせていただいて。 ありがとうございます。あとは、うん、東西アテオさん、ロータス RV、うん、とフロットモビー。ああ、そっかそっか、はい、じゃあ有名どころさんのいろんな販売店をやられているということですね。ありがとうございます。すごいですね。そうで、バーッと見たんですけど、はい、すごいですよ、うちの車。いろいろ直していただいて、ありがとうございます。いろいろね、ありがとうございます。もういろんなメーカーさんの車をやってるっていうことなので、はい、じゃあ多分いろんなメーカーさんで、そのいろんな、なんていうんですかね、設備だったりの仕組みが違ったりするじゃないですか、はい、それをもう、じゃあもう大体熟知されて。もうそうですね、まあ、アメ車からヨーロッパ車から、アメ車からでも、そう、ヨーロッパの車もあるっすもんね。そうですね、すごいっすね。じゃあもうあれですね、もう軽キャンから何から大体全部、はい、修理も何も。あ、修理とかは全然、はい、で、軽キャンは特別ご要望いただければ、うん、ワンオフでお作りするような感じです、ね。あ、そういうのもあるんですね。はい、いいですね。そっかね、なかなかキャブコンまで手届かないよなんて人も多分視聴者の方たくさんいらっしゃると思うんでね、はい、かといってね、やっぱりDIY っていうのもね、いろいろ安全性的にどうなのっていうところが正直あったりするじゃないですか、はい、ね、そういうのも含めて全部やっぱり技術お持ちの、ね、ホワイトトップさんとかが軽キャンピングカーワンオフで作ったりするとね、それはそれすごく本当いいんじゃないかなと思います。バンテックのね、一つの九州の拠点としてホワイトトップさん、大丈夫ですか、来ても、うちバンテックのオーナーさん、ボーンと。あ、もう皆さんお越しいただいて、はい、お気軽に。そう、ダンプステーションとかもあるんで、うんうん、あ、そうか、ダンプステーション、はい、あと、まあ、お水入れに来るぐらいで、もう全然、うんうんうん、はい、あら、本当すいません、ありがとうございます。やっぱり場所柄ですね、うんうん、バンテックのユーザーさんが、うんうんうん、フラッとやられて、うん、壊れてるところとか、うんうん、いや、助かるんですよね。気軽にお越しいただければと思います、うん、そう、そうなんですよね。もう僕もずっと鹿児島、宮崎って回ってきて、今熊本にいるんですけど、はい、真ん中ですよね、感覚的にはね、はいはい、ここから長崎行くにしてもエリアを点々と回っていくと、やっぱり宮崎県から一山越えてくるとやっぱ熊本だし、はい、鹿児島から越えてきてもやっぱり熊本だし、はい、福岡から下に降りてきても熊本ですもんね。そうです、そうです、ね、はい、で、長崎から東に来ても熊本ですよね。そうです、真ん中にいますね。真ん中ですね、はい、そういうところにね、もうこうやってキャンピングカーね、なかなか旅すると結構ね、トラブルがあったりしてもね、こういうお店あると本当安心ですね。アクセスについて、はい、うん、いろいろ教えてください、はい、高速道路の一番近いところって、まあ、熊本インターですね。熊本インター、はい、で、まあ、57号線というのに乗っていただいて、はい、うん、阿蘇方面に15分から20分ほど走っていただくと、これ目の前57号線、これ57号線です。これ57号線なんだ、はい、じゃあ結構アクセスもいいですね、はい、
じゃあ何かあっても、まあ、例えば鹿児島とか長崎とかで何かあっても、まあ、とりあえず高速道路走って熊本行ったから15分で来れるってことですね。はい、わあ素晴らしい。バンテックの車で、はい、一番好きな、もう個人的でいいです、一番好きな車って何ですか？私が個人的に好きなのはリーブス。リーブスリーブスいいっすよね、はい、どこら辺がいいですか？やっぱりですね、うん、あのまずエントランス土足で上がれるっていうところ、うん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 、もうあそこでそれこそ子供とかにレインコート着せてあげたりとか、うんうんうん、履かせる時とかも楽なんですよね。そうだそうだ。とあと上がツインベッドになってて、うんうんうん、大人も寝れるバンクベッドそうそうだと思います。そうそうなんですよね、はい、結構あのはしごなしで登れるのもリーブスだけだったりする。そうですね、多分他社さんを含めてもほぼほぼないんじゃないかなというふうに思います。勉強になるキャンピングがやられている中でそのリーブスがいいっていうのを一つね、もう皆さんも参考にしていただければと思います。あ、でも一番売れてるのは520です、うん、あ、キャンピングは持ってて、はい、こういうことしておいた方がいいよみたいなの。まあ、あのどうしてもうち、うん、熊本地震経験してるんで、あ、ね、はい、あの帰ってきたら燃料は満タンにしておいていただきたいのと、あ、そうか、はい、うんうん、やっぱりあの簡単なカップラーメンとかそういうものは、ね、もう常に入れっぱなしで入れれるようなものをちょっと用意して、うんうんうん、あとお着替えも車用に用意されて、うん、もう 2,3 着でもいいからってことですよね。そうですそうです。もう備えとして、もうこの車さえあればどうにでもなるっていうような状態を作っていただけたら非常にいいかもしれない。何かあった時のためにもいいかなと。そうだ、熊本、そうだ、そう、震災の時もね、いろいろお世話になりました。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、熊本の地震の時は、本震が、そう、はい、本震が2回目に来たん で、ね、で、1回目で出動した車が、その壁際に止めていたので、壊れちゃったんですよね。はいはい、そうそう。で、それで被災しちゃって、それを直してくれっていうことで、ちょうどね、ホワイトトップさんから、でも近かった。ですよね。あ、もうすぐそこ ね、すぐそこでしたよね、はいはい、なんか、うん、で結構見てもらってね、でも、はい、材料も部品も何も届かない中ね、いろいろ面倒見ていただいてありがとうございました。そういうこともやってる、本当にあの、キャンピングカーのオーナーさんに対してすごくこう真面目に付き合っていただける本当、ね、お店だと思います。もう本当に、ね、やっぱりそのきちっとしたその技術とか実力っていうのはもう当然バックグラウンドに持ちながらの、常に困った時に何かやってくれるっていうもう僕は本当あの時はね助かりましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。あの昨今やっぱその震災でキャンピングカーが使えるよっていう話っていろいろあるじゃないですか、はいはいはい、実際使えると思いますか？使えないと思いますか？あ、もう使える使えないで言えば確実に使える。そうですよね。で、うんうんうん、一見あのあったのがお声としてあったのが、うんうん、これはうち の、 あのバンコンをご購入いただいたお客様だったんですけど、うん、はい、まあ、奥様はあまり乗り気ではなかったんですよ、うんうんうん、でそのままあのご購入されて、はい、でその後被災されたんですね。うん、であのトイレ付きのバンコンだったんですけど、はい、もうあの一気にご主人の奥様からの株が爆上がりしましたね。ああ、やっぱりそうなんですよね、はい、あのお手紙いただいた時はすごく嬉しかったです。ああ、そうですか、はい。当然まあさっき の、 あの、モバイルファーマシーの話じゃないですけれども、はい、建物の脇に止めておいて一緒に被災しちゃったとか、ね、はいはい、そういったなんか注意事項って多分たくさんあると思うんですよ ね、 そ、 うですね、はい、その中でもキャンピングカーっていうのはやっぱり自己完結ができるアイテムではあると思いますの で、はい、 そ、 うですね、ね、そういう部分では本当に震災を経験したい社長ならではの、うん、ご意見ありがとうございます。はい、熊本を僕うろうろするんですけど、はいはい、おすすめのラーメン屋さんとかってあります？あ、おすすめのラーメン屋さんは私はあずまラーメンっていうところ。あずまラーメン、はい、あずま熊本ラーメンですか？熊本ラーメンです。ほら熊本ラーメンもなんかいろんな、はい、なんかこう派生していろんな話になってるじゃないですか、はい、そうですね、はい、ザ・熊本っていうのがそのザ・熊本ラーメン。これじゃあ僕そのあずまラーメンを食べると、はい、僕は熊本ラーメンを食べたよっていうベンチマークにして大丈夫ですか？大丈夫なラーメンです。はい、すごい、それはすごいですね、はい、いいですね。めちゃくちゃいい。あとちょっともう今日暑いじゃないですか、はいはい、温泉も行きたいなと思ってるんですよ、はい、温泉だと温泉はですね、うんうん、あのまあ、本当にいっぱいあるんですよ、うん、で阿蘇の方に行ってもいっぱいあるし、うんうん、あるある、うん、あと北の方に行って山川とか、はい、菊池とかの方に行っても、はい、またぬるぬるの
温泉があって、泉質が阿蘇の方だと結構硫黄系、うんうんうん、で山が菊池の方に行くとあの、まあ、ぬるぬる系、ぬるぬる系アルカリが結構強い。ああ、いいっすね。美肌の湯ですね。水産がもうツルンツルになる。ああ、おっちゃん、もうだいぶねザラザラですからね。ありがとうございます。あ、じゃあ俺ぬるぬる行ってみようか。ぬるぬるだとどこですか。奈良の佐古温泉が。奈良の佐古温泉。はい。それはもうあの単純にもう温泉だけドンとある。そうですね。湯治場としての宿泊施設、簡易宿泊施設もあったり、あと家族風呂。家族風呂分かられます。家族風呂ってなんか家族だけで入るちっちゃいお風呂ですよね。もう貸し切りですね。ちっちゃいと言っても結構大きいんですけど、で、まあ、かけ流しでずっと流れてるんで、で九州の方の家族風呂って結構安いんで、ご夫婦で、あ、ぜひぜひ。あまあね、一人で視聴者の、ね、そうですね、そう、僕に言ってないですよね、はい、見ていただいてる方ね、もうご夫婦で旅されてる方結構多いですもんね。てかほとんどですよね。はい、うん、で結構あの駐車場大きいんで、うんうん、キャンピングカーで行っても全然問題ないと思います。あ、なるほど、はい、はい、池本社長おすすめの、奈良坂温泉キャンピングカーもね余裕で泊まる駐車場でしたよ。もうね、つゆきじゃなくてお肌ツルツルのツルキになりましたね。どうもツルキです。はい、なんていうヌルヌル系って言ってた意味が分かりました。かなりあのアルカリが多分強いんだろうな。透明の温泉なんだけれどもすごい良かった。マジでミストサウナもあるんだけども、そのミストサウナの中に足湯があるんだよね。うん、で露天風呂もねめちゃくちゃ自然あふれるので、もうめちゃめちゃおすすめです。そっか、あとこの辺で車中泊できるところ、はい、宿泊はやっぱり基本的には RV パーク。そう、 RV パーク、あれおすすめの RV パークってあります。RV パークいっぱいあるんですよ。いっぱいある、いっぱいあったんですよ、はい、調べたら、うん、まあ今結構うちのユーザーさんで人気なのは B&B さんとか。 B&B、はい、西原の方にマロンの木さんがあったりとか。あ、マロンの木さんはあれ、はい、熊本でお世話になりました。はい、小杉リゾートさんとかにもスマート、うんうん、RV パークスマートがあったりとか。 RV パークスマート、うんうんうん、はい、じゃあ、ネットで予約して、はい、決済してして、で、ロック解除して充電できて、はい、っていうやつですね。そう、充電できるのはいいですよね。そうですね。そう、やっぱりね、充電があるのとないのでもやっぱりドキドキしますよね。バッテリーがフルに1回するっていうだけでもだいぶ安心感違うと思うんで。ね、そうですよね、はい、いやいや、本当お忙しいところね、もう僕もポッと来てありがとうございます。すいません。ぜひね、この YouTube ご覧になっている皆さん、あのね、熊本に、来た際にはですね、このホワイトトップさん、ぜひとも立ち寄っていただいて、いろいろね、あの YouTube で言えない話もあるかもしれません。ね、いろいろ本当にあの教えていただいたりとかも本当できるので、うん、あのぜひともね、あのお越しになっていただければと思います。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。はい、ということで本日は、熊本県にあるバンテック、正規販売店ホワイトトップさんお邪魔させていただきました。うん、いろんな話聞けたね。土地のこともそうなんだけど、キャンピングカーのことも詳しいって、すごくね、あの旅を長旅をしててね、本当に頼りになるお店だと思います。ぜひもう北海道から本州、九州の人もぜひね、この熊本遊び来ていただいて、ね、熊本の素晴らしさを堪能していただきながら、ね、このキャンピングカーホワイトトップさん遊びに来ていただければと思います。はい、ということで、以上バンテックがお送りしました。